エキュベペプラです。信長の野望大使パワーアップキット、さあ始まりました。足利ハルージプレイで始めます。前回ね、佐竹との戦いがありましてね、でこの石塚城を取ったということでね、なんか順調に進めてますよね。足利ハルージっていう人はこれね、見てください、これですよ。こいつこれですよ、これねえ、あんま強くないのにね、ガンガン攻めてますよね。まあ家臣がね、まあまあそこそこ強い武将がいたっていうね、まあこの結城さんがいたっていうね。結城これかなり育ってるな。あれ、これ随分と育ってますよねああまあでも初めここまで強くなかったんですがね。だいぶ強くなってるので、で次はね、この、吉厚さんですね、佐竹吉厚、彼はね佐竹家の中高の祖と呼ばれるね人ですね。この人を、やっつけてね、倒して味方にしたいなと思いますね。でアイスさんですね、剣豪ですね、剣豪がいますからね。彼はね、この上泉信綱とかね、そういう人の、師匠ですからね。彼を仲間にしたいですね。多分彼はね、BB 弾切れますよねBB 弾パーンと打ったやつをね、ちょっと切れますよね、そういうね動画ありますからね見てくださいね。では、始めたいなと思います。これは越後上杉と最上が戦いですね。これは越後上杉に味方しましょう。玉の利を得てきましたね。これは織田家を応援すると。バッカ野郎、お前兵士貸すわけねえじゃんみたいなね。よし、いいぞ。ざまあみろって感じですね。このね、府中城に、攻め込んでね。牽制してくれましたからね。ダメだよねみたいな、ね、表情始め、鬼だなみたいなね、こんなね人を当てにするんじゃないよってね、俺は今攻めてんだよみたいな感じですからね。ちょっと同盟関係見てみましょうかね。あ、伊達と、伊達じゃない、武田とのね、同盟が切れそうでしたね。ちょっと危なかったですね。あと他に同盟が切れそうなところは、とりあえず大丈夫ですね。ということで、アシナと、相馬にもね、同盟の使者を送っときましょうかね。では続き、やりたいと思います。アイスさんはね、味方にしたいですね。BB 弾切れる人がいい。ね、今回は、特攻しない武将は切るという縛りはやってないのでね、解放しましょうね。片付けない、ではね、ここで一旦、部隊を解散させてね、新たにまた、編成し直しましょう。府中城攻めですね。まあここは、来るのに時間がかかるところはね、いなくていいですね。まあこの舞台だけでも十分落とせるでしょうということでね、おおよそまあ6000人もいればいいかなということでね、ではこの舞台で、行きたいなと思いますね。まあね、ちょっと兵糧のね、いざ参ろうか、消費を少なくしたいのでね、
ね、あとは使わない施設はね壊して、とりあえずね、お金と宿場町ですね。かしこまった。今回は武芸塾とかは後回しにしようかなと思ってますね。ちょっとお金の問題がありますのでね、ちょっとやっぱ足利の志はね、ちょっとお金の収入に困るというね、ところがありますので、ね、できるだけお金などは使わないようにね、ケチケチでいきたいなと思いますね。では、どんどん進めましょうかね。次はいわきですかね。佐竹の配下だったいわきをね潰したいなと思いますね。府中城でねお出迎えですね。石岡の戦いみたいなね。これはね、水罠とかできないのでね、とりあえず片っ端からやっつけていく形にしましょうかね。ではね、このような配置で、こちらからねぐるーって回ってこうやっていくみたいな形ですね。もう端っこからやっつけていくというね。いざ参ろうか。あえてこれ角翼の陣を取ったんですがね、この片方の翼からねどんどん攻めていくというね、形を取りたいなと思いますね。角翼の陣のね、弱点をついていくと、罠を仕掛けてきましたね。やりたい前、始めるぞ、覚悟せよ。でこの舞台は、後ろに回り込んでいく。このままでは、この舞台もこの舞台の脇腹をついてね、後続に任せてっていうね形を取りたい。ちょっとこの舞台がまずいですね。ちょっと引かせる形にしましょう。この舞台が動けないのでね、動けるようになるまで少し待つっていう形ですね。これほどとはやりたい、お願いします。で、本陣が先行しすぎなのでね、ちょっと下がらせて、また移動するみたいなね。敵の居所知れました。深くを取ったか。ゲチで、そろそろ敵がね、江戸さんがこちらに出てきましたのでね、またね翼の端からね折っていくというね形を取りたいなと。やりたい前へ、こいつは後ろにね回り込みましょう。始めるぞ、やりたい前へ、いい感じでね、行ってるんじゃないかなと思いますね。でこれは本陣をついてやりましょう。こちらの本陣を少しおとりにしてね、でこちらの本陣は下がるように見せてまた攻めにかかるというね、このような形でね、そうするとね、敵本陣は向かってきますのでね、でこのような形で滅ぼしていくと、バッチリな傭兵でしたね。我らに歯向かうとは愚かなものよ。ね、勝ちましたね。これで佐竹を滅ぼすことができますと。片付けない。でね、これ府中城を落としたらもうこちら勝ちですからね。ご命令よ。そろそろね。これは、相馬を従属させられますね。相馬を従属させましょう。あとは従属させられる、織田も従属させられますね。織田も従属させると、あとはこの佐野ね、
まあこんな感じですよね。私の手にかかればこんな感じですよね。手切れ指示。ああ、手切れを指示できるのか。うん、北条とこれ同盟がどうなってるんでしょうかね。あ、うん、今川と北条の同盟がね、うん、切れそうですね。うん、これ今川とね北条が、戦争してくれると面白いんですがね。ではね、どんどん進めましょうかね。この城、うん、これでね佐竹を、倒しましたと、そろそろね北条と戦ってもいけるんじゃないかなっていうところまで来ましたね。うん、いい塩梅ですね。次はこのいわきをね、倒したいところですね。あ、ビビってますね。お家を守り抜くことこそ我が務め、子が足利の機嫌を損ねてはならぬぞって言ってますね。うん、これは面白い状況ですね。どうしましょうかね。ではね、早速ね、岩木くんには滅んでもらいましょうかね。我らの力見るがよい。助け立ちするぞ。よし、これでね、あ、お米がだいたい1万2000ぐらいもらえますね。これはいいですね。これはもう、はしゃいじゃった。ではね、この飯野平にね攻め込んでみましょうかね。飯野平はだいたいね1200しかいないのでね、これはそんなに兵士持ってかなくていいですね。だいたい一つの部隊に1000いればいいかなと思いますのでね、このぐらいでいきたいなと思いますね。どのくらいで落ちますかね。まあこのままね、ぬるい目で見ていきましょうかね。織田とかがね持続しましたね。果たせぬか、うん、ということでね、今回は、佐竹を潰したぞと、次は、いわきお前だということでね、今回は終わりにしたいなと思いますね。ではね、これからもねコメントをいただければね、どんどん、私のね方針が増えていきますのでね、コメントをいただければ、私の軍師は君だみたいなねことでやっていきたいなと思いますのでね。では今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。